スノーキーの FX 企画攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、このタイトル通り、大損が嫌なので、国民投票前後は FX 取引はしませんということで、A ポンド以外の通貨ペアを取引される方も注意が必要です。で、FX の、裏側、暴露シリーズなんです、これ。はい。で、過去にまあ、こちら2つの動画をアップロードしておりまして、こちらご覧になられていない方は、ちょっとわからない用語が出てくるかもしれませんので、先にご覧ください。でですね、FX 業者さんから、たくさんの注意喚起メールが来ました。まず、代表的なものが、スプレッドの拡大ですね。はい。普段原則固定で提供していても、この時はどれだけ広がるかわかりませんよと。あと、スリップページ拡大する恐れがあります。これどういうことかと言いますと、注文が滑りますせと。はい。注文が滑るとどういうことかというと、例えばですね、スリップページ幅っていうのを設定している方多いと思うんですよ。あんまり滑ると嫌なんで、それが 0. 何銭までだったら、OK です。まあそれを許容スリップページっていうんですけども、それを狭く、している方は、注文がバンバン弾かれます。つまり注文が通らないんですね。はい。新規注文も出せないし、決済注文にもそのスリップページの、幅を狭くしていたら、通らない危険性がある。あと、注文成立まで、時間がかかる可能性がありますよと。はい。なのでですね、あれ今注文通ったのかなと思って、連打してしまうと、重複して二重三重に注文が成立する恐れがありますよと。ね。あと、恐ろしいこと、次ですよ。レート配信停止する恐れがありますよって。そんなことされたらどうしたらいいんですかっていう話ですよね。はい。レートわからない状態で、そんな闇鍋の FX したくないですよね。はい。で、週末持ち越した場合、週明けに窓を開ける可能性があります。はい。で、まあ、それとも伴ってきますし、週末持ち越さなくても万が一ですね、場中に、為替が動いてる時にパッタリレート配信が止まって、動き出したら5円の幅開いてましたってなると、次ですね、証拠金以上の損失が出る恐れがあります。ね。まあ、これだけの、リスクがありますよということを、FX 業者さんは顧客に事前に告知しましたよねということをもうこれで形ができてしまってるんですよ。はい。なので、こういうことが起こりますよということも先に言ってきているんで、もしも起こっても、いや、先に言ったんでって言われちゃうということなんですよ。ね。はい。で、例えばですね、まあ、A ポンド円ロングを、150円で買いましたとね。で、かつですね、上下5円で、OCO 注文出しましたと。はい。で、思いのほか下がって146円まで下落。あーでもギリギリ耐えてるなーと思ったところでですね、その、開票が始まりました。はい。そこで、スプレッドが急に2円開いたらもうアウトです。はい。逆差し引っかかります。でですね、これもう5円値幅でも余裕で多分ね、危ないと思います。はい。5円値幅でも。で、上下10円か、上下10円値幅でもね。ましてや、これね、1円上下で OCO 注文なんても多分すぐに狩られると思います。はい。多分それぐらいはもうバンバン動くと思います。1円ぐらいは。で、当日ですね、多分まあこんな感じ、これも、仮ですよ、仮定ですよ。2円でこんな感じ。で、もしかするともっと広がる可能性もありますし、そんなに広がらないかもしれない。まあおそらくスプレッドが一番広がり出すのは、そうですね、開票が始まった直後と、大体どっちが優勢かっていうのが出だした頃ですかね。はい、情報が錯綜しだした時、あとね、基本的に FX ってのは流動性が低い時間帯、つまり取引数量が少なそうな時間帯というのはスプレッド広がりやすいんで、そこも、注意が必要です。日本時間の、金曜日の午前中から開票が始まるんですかね。はい。でですね、今回逆差し値の方に、焦点当てましたけども、証拠金維持率にも注意してくださいね。はい。つまりですね、普段も差し値しか出していない、逆差し値は出していないという方で、証拠金維持率が余裕あればいいんですけども、結構キツキツとか、はい。そんな数円動いたら、強制ロスカットされちゃいますよっていう状態の方は、注意しないといけません。なのでですね、もう、はっきり言って、この期間中は取引しないのがベスト。ね。で、もしもシストレなんかで、何か、プログラム動かしている方も、ここは止めた方が無難です。で、冒頭の方でも言いましたけども、これ、A ポンドだけじゃないんですよ。もしかして、ユーロとかも大きく動く可能性もあるので、なぜかというと、スイスフランショックの時には、ユーロドルなんかも、大きく動いたんで、
はい、A ポンドだけの話じゃないですよということだけちょっと頭に入れておいてください。はい、なので私は取引はここはしませんということで、これ以外にも FX バイナリーオプションシステムトレードなどいろいろな情報を配信していきますのでチャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワードもしくはこの動画の解説欄説明欄に掲載しております URL よりご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。